はい、こんにちは、けんけんチャンネルでございます。今回はですね、両細川の乱、この乱の始まりをですね、何かと悪者にされている三好長慶の三好家に焦点を当てながらですね、解説していきたいなと思っております。三好長慶って誰って思ってる方はですね、一旦三好長慶イコールなんか幕府の敵とか、そういうイメージを持っちゃっていいです、とりあえずね。で、なんでそうなっちゃったの三好さんってことなんですけど、これ、ね、三好長慶のひいおじいさんの代からですね、この因縁はね、始まっていたんですね。歴史をひも解いていくとね。なので、本日はこのひいおじいちゃんの三好幸長さんの話をね、していきたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします、幸長おじいちゃん。ということでね、その血の定め的な感じで始めていきましょう。彼の頃にですね、三好家が近畿に進出するんですね。じゃあその前どこにいたのかって話していきますね。この頃の三好家はですね、阿波守護であった細川氏分家の細川三州家っていうね、ところに仕えていました。で、その当主である細川成幸に仕えていたんですね。で、この成幸からですね、細川正幸に世代交代して正幸に仕えていたんですが、その正幸がですね、早くに亡くなってしまいまして、その弟の細川義春に仕えます。ですが、この義春も早くに亡くなってしまいました。ここでですね、三州家は義春の弟雪持が当主となるんですが、そのさらに弟のですね、細川住元さん、この細川住元さんはですね、当時子供がいなかった細川家嫡流の細川政元の養子になるんですね。この細川住元は分家から総経理を果たすんですね。この時、住元の京都入りに同伴したのが三好幸長というわけなんです。大出世でございます。嫡流の細川家って言いましたらですね、当時室町幕府の管理職だったんですね。管理職って何って言ったらね、もうナンバー2です。このナンバー2の直属の部下なわけですから、三好家ね、順風満帆にね、今んとこ見えますよね。しかし、主であった住元の不幸な運命に三好家もまた巻き込まれていくことになるんですね。住元を養子にした細川政元はですね、当時管理職でありながら生涯独身で子供がいませんでした。そのため藤原氏の嫡流でもある不条旗からの養子細川住幸をすでに家督承継者としていたんですが、政元はですね、この住幸との折り合いが悪くてですね、1503年5月に住幸を廃嫡してですね、お前嫡男から外すと言ってね、廃嫡しまして住元を養子に迎え入れたんですね。これとてつもないね、争いの匂いがしますよね。ちょっと補足なんですけど、住元は元服した際にこの住元という名前を与えられているんですが、細川宗家の家督承継者に付けられる元の字をね、与えられているんですよ、住元ね。このことからですね、もう政元からしたら、この住元が嫡子であるというふうに見なされていたことは間違いないです。もうお前が後継者だよっていうふうに、もうこの名前を付けられた段階からもう認められていたとか、認められていたことは間違いないというふうに思います。もうこれ大丈夫だろうと、当主が言ってるんだから大丈夫でしょって思うじゃないですか。それが全然大丈夫じゃないんですね。政元はですね、住元を養子にした後に、さらに後にですね、細川氏の一族である細川弥周家からですね、細川正春の子細川高国を養子に迎えて、3人の後継者候補が並列する状態を作ってしまうんですね。なぜ彼は何がしたい、ちょっとよくわかりませんけど、政元はですね、かなり変な人だったみたいでですね、修験道っていうこの、修行ですね、僕らも中学と高校の頃ね、よくなんか第三の目が開くんじゃないかとか、お経唱えたりとかして、なんか頑張ったりしようとかしてたじゃないですか。僕はなんかしてたんですけど、そんな感じのね、なんか天狗の扮装をしたりとか、こうなんか踊ってみたりとか、修行してみたりとか、結構たびたびね、そういう気候があった人なんですね。中二病でございますね、これ。とはいえですね、この時ね、家督承継者は間違いなく住元だったのは間違いないです。住元だったのは間違いないですし、この後継者をね、補佐する立場であったこの三好幸長さんの存在はね、日増しに大きくなっていったのも事実だったみたいです。で、行政面でですね、住元の執事として、年貢徴収の紛争問題の解決とかに着手してですね、
この三好行長はですね、日増しに力をつけていくんですね。ですがですね、この現状に不満を持つ者たちもいました。まずは拝着された細川住幸ですよね。君がイラつくのはすごくわかるよっていう感じですよね。なんか最初自分が当主になるためにこう養子にわざわざ行ったのに、ちょっと仲が悪くなったからって別の子供をね持ってきてね、はいお前関係ないって言って、自分は住幸っていう名前で元もつけられていないのに元の嫡流の文字つけられたやつおる、なんか田舎者につけよったって感じで住幸は思ってるはずですよね。で他にもですね、香西元長や薬師寺長忠といったですね、細川家の家臣たちですね、彼らは三好家が畿内やこの讃岐方面で台頭していくのは気に入らなかったんですね。まあ、田舎者がいきなり出しゃばってきてね、なんかすごい家中で偉そうにしてるみたいなイメージですね。1507年、彼らはですね、細川政元暗殺という大事件を引き起こしてしまうんです。時は1507年6月23日、細川政元はいつものように魔法を習得するための準備としてですね、邸内の湯屋に入っておりました。まあ、そこからちょっと意味が分かんないんですけど、まずもう魔法をね、いつか自分は使えると思って修行してたんでしょうね。そしたらですね、もう魔法を使う間もなく暗殺されたんですね。魔法を使う前に武器の練習しとけんって話なんですけど、細川政元の暗殺の翌日にはですね、細川住元にも脅威が迫るんですね。住幸の家臣に屋敷を襲われると、三好幸長と共に近江国へ逃れました。で、近江国の黒人将を頼って逃走したんですね。もう主をやっちまった側も必死で追いかけていきますよね。ですがここに水元幸運が訪れます。もう一人の後継者覚えてますか？細川高国さんって言いましたよね。このもう一人、三人目の、ね、養子のね、高国がですね、住元派に回るんですね。まあ、実際この細川氏もね、ほとんど、住元派だったんじゃないかっていうふうに言われてますね。この激アツ展開の中で、この流れでね、細川家の家臣たちは攻防していってですね、7月28日にはですね、薬師寺国長がですね、薬師寺長忠の異常の茨城城を攻め落としたと言われています。で続いて翌29日ですね、今度は細川高国らがですね、香西元長の異常嵐山城を攻め落としたんですね。そして8月1日です、逃亡先の近江甲賀軍の黒人らを味方に引き連れてですね、京に戻ってきた三好幸長がですね、細川住幸の最後のね、砦であった優勝県を高国邸と共に一気に攻め落としました。ここで住幸は自害します。翌2日、細川住元は将軍足利義澄に拝謁してですね、細川宗家の家督を継ぎました。なんかいろいろな問題がさやに収まりましたね。めでたしめでたしとはまだここではならないんですね。問題はここからなんです。住元がですね、まだ若かったためにですね、幕政の実権を掌握したのは幸長でした。この幸長、この辺りから増長な振る舞いが多くなります。ナンバー2は権力が高まると調子に乗りがちですよね。こういう人間関係のこじれもあってですね、住元疲れ果てたんでしょうね。8月13日にね、本国の阿波に帰国しようとしたりですね、同じ月の16日にはね、出家するとまで言い出したんですね。でもそうはいかないんです。住元がね、今日からいなくなるとですね、困る人物がいたんです。時の11代将軍足利義澄です。彼はですね、明王の政変で細川政元が当時の将軍であった足利義忠を引きずり下ろして擁立した将軍だったんです。つまり政元の嫡流である住元が京都からいなくなると自分の立場が危うくなると考えて必死で入用したんですね。思惑がぶつかり合ってますね。面白いですね。足利義澄の説得で住元は出家を思いとどまるんですが、この時の足利義澄の不安は的中してしまうんです。この京都での一連の騒ぎを引きつけて好奇と見た者がいました。明王の政変で将軍職を追われた足利義忠出ました。当時の彼は縁を頼ってですね、周王国に逃れて大内義興のもとに身を寄せていたんですね。今がチャンスやと、義興さん、わしを将軍にしてください。義興からしても、よっしゃ、上洛の大チャンス、ここで利害が一致してしまう。1507年11月、九州中国の諸大名を動員して大内義興出陣。12月に隠語にまで進出しました。住元幸長サイドはなんとか和平交渉に持ち込もうと細川高国を派遣しました。ここで高国はですね、
大内義興と内通してしまうんですね。どうした、おい高国、どうした、この前の時味方してくれたやんけ、どうしたってなるじゃないですか。実は住元が高国に対して疑心暗鬼になっていたんですね。この時にはすでに関係性は冷え切っていたというふうに言われています。この痛すぎる裏切りとですね、和平交渉の決裂によって雪永と住元の2人は再び近江に逃走することになっちゃいました。やっぱり人間信用し合わないとダメですよね。足利義忠が将軍に復権すると、当然細川高国が官僚職に就任することになります。住元はですね、祖父である細川成幸を頼って阿波へ逃走します。すごい逃走の連続です。それでも諦めません。出家したいって言ったのにどうしたってなるんですけど、もうここでは住元はなかなか諦めないんですね。1511年にはですね、京都を目指すべく近江に身を潜めていた足利義澄、元の将軍ですね、住元が擁立していた将軍、そして義兄弟の細川正方、そして細川元常、そして淡路守護だった細川久春、そしてですね、播磨守護だった赤松義村、彼らと連携してですね、侵攻を開始しました。で、1511年7月7日、細川正方と細川元常は住元と共にですね、堺から8000の兵で上陸してですね、深井城に陣を敷きます。細川高国は摂津国衆をまとめて、これを討伐しようと2万の兵で出陣するんですが、11日には逆に敗走しました。一説によるとですね、この攻め手側の細川軍はですね、深井城に陣を敷くんですが、深井城の中を空っぽにしてですね、高国がこう深井城に攻めてきて、でこの深井城に 入った時にはもう誰もいなくてですね、この深井城の中に誰どこに敵がおんねんって言ったところを外から閉めて混乱させたみたいな話があるんですけど、ほんまかいなみたいな話なんですけどね、ちょっと僕はなかなか信じてないんですけど、まあ、そんな話もありながら、この2万の兵をね退けるという結果になりましたね。で、話変わって兵庫側ですね。兵庫側ではですね、細川久春が総大将となってですね、兵庫に上陸します。そして高国の家臣であった河原林正頼さんっていう人が守っている摂津高尾城を攻撃します。で、7月26日には激闘が繰り広げられてですね、久春は高尾城のこの麓の砦まで落としてしまうんですね。しかし正頼に守り抜かれてしまいます。攻め手側からしたらね、城をね落とさなかった時点で負けなんでね、ここでね久春は敗走してしまいます。で、久春はですね、追撃戦を受けて正頼に有馬の方まで追い立てられるんですが、8月8日、住元側だった赤松義村が合流します。ここで逆転なんですね。高尾城を逆に包囲します。正頼もですね、これにはたまらず8月10日にはついに開城して敗走してしまいます。すごい2連勝です。このまま勝てると思うじゃないですか。しかし、ここから住元の思惑が外れていくんですね。思惑が外れた1つ目。赤松義村が伊丹城で足止めを食らって合流できない状態が続いたんですね。さらに2つ目。近江から京都をね、攻撃しようとね、画策していたこの足利義澄さん。いましたよね、近江にいた足利義澄さん。この足利義澄さんね、誰の力を借りてね、京都を攻撃しようとしたかっていうと、六角氏なんですね。六角氏を頼っていたんですね。この頼っていた六角氏が内部分裂します。で、当主である六角高頼がですね、高国方に寝返ってしまうんですね。義澄さん、ここで絶望します。どうしてって。この失意の足利義澄はですね、そのまま病死してしまうんですね。ストレスコアってなりますよね。なんてインチキと。住元はですね、正方元常との軍6000でですね、大内細川高国勢のこの2万に対処しなくてはいけなくなってしまったんですね。住元はそれでも諦めていなかったんですが、ここに来て大内方の夜襲を食らってしまいまして、さすがに敗走してしまいました。ここで細川正方は討ち死にしてます。完全敗北です。雪永と住元、もう京に戻れへんのかなって心配になってきましたよね。いや、ここでこの2人にチャンスが到来します。1518年、大内義興の京都滞在が10年に及んだ結果、自分の領土が不安定になってしまうんですね。そして大内義興はさすがに京都から帰ることになりました。目の上の炭鉱部が消えました。この前の戦いは大内義興のね、大軍勢のせいで負けたみたいなもんなんで、ここからですね、雪永の快進撃が始まります。1519年、先の戦いで高国に降伏していた細川久春、この細川久春を殺害してですね、淡路の支配力を強めるんですね。そうすることによってですね、上洛の計画を一気に進めます。住元方のですね、池田久宗にですね、摂津有馬郡にある下田中城に籠城させることによって、
住元軍の共闘歩としようとしたんですね。でこの上洛の準備をね、高国勢が黙って見てるでしょうかって話なんですけど、当然この下田中城に攻撃を仕掛けるんですね。攻め手はあの正頼でございます。正頼はね、夜襲を仕掛けてね、この城を落とそうとするんですが、この夜襲がですね、内通者がいたとも言われてるんですが、情報がもうバレてしまっておりましてね、夜襲がバレてしまっておりまして、この夜襲が失敗しまして、そのまま正頼は敗走します。さらには住元とともに雪長が11月6日に兵庫に上陸してきました。そして正頼がこもる摂津越水城を逆に包囲することになるんですね。そして1520年1月にはですね、高国勢がですね、この越水城の宮に到着するんですが、それも敗北してですね、失敗しています。そしてこの失敗が続いた結果、城は2月3日に陥落してしまいました。さらに前進する雪長勢に対して高国勢はもう近江に逃れることになっちゃいました。なんか負けたら近江に逃れがちなんですけど、近江に逃れちゃいます。でもこれでさすがに雪長の勝ちかなっていうふうに思いますよね。ここでさらにダメ押しの事件が起きます。足利義忠、この時にはもう足利義忠に改名していたんで、ここからは義忠と呼びますけれども、足利義忠はですね、この頃には高国と対立してですね、住元と内通していたんですね。大体内通者出してますね、負けてる方でね。で雪長は上洛してですね、摂津伊丹城で待機していた住元の代わりに京都で高国方の摘発を行います。で5月1日にはですね、足利義忠に対して宗家の家督相続を許された住元、細川住元の代理として雪長が将軍に御礼を述べるわけです。まさに雪長の春が到来しました。雪長の天下ですね。ただ雪長のこの天下は早々に幕を閉じてしまいました。なぜ5月3日高国が六角氏、朝倉氏、時白のね、大名たちの支援を仰いでですね、再度挙兵して京へ反撃侵攻したんです。高国は京都の東郊外の如意ヶ岳ってところに進軍します。で援軍の六角軍はさらに西へ進んでですね、京都東の吉田に着陣します。で北から内藤貞政率いる7000の援軍もね、船岡山に到着するんですね。これ総勢4万とも言われているこの兵数で三好軍を攻撃します。超大軍。対する雪長、5000人の兵しかいませんでした。勝てるかいっていう話なんですけど、それでも三好軍はね、奮闘します、奮戦します。で激しい京都市街地戦を繰り広げるんですが、讃岐の黒人衆が雪長を見限って次々に戦線離脱していくんですね。一説にはこの黒人衆たちはですね、家族を雪長に人質に取られていたらしいんですが、もうこいつ負けるなら早く帰って家族助けようっていう黒人衆がね、いっぱいいたみたいですね。でそう、もう一人離脱すると俺もって感じで次々に離脱していった結果ね、もう雪長孤立無援の状態になりまして、もう命からがらこの戦線を離脱してドンゲインっていう寺院に身を寄せるんです。身を寄せるんですが、高国勢に見つかってしまうんですね。で、この寺院ね、雪長が命からがらこう落ち延びてきてですね、助けてくれって言って中に入れてあったんでね、雪長を助けようとするんですね。で高国軍がですね、こう雪長よこせって言うんですけど、いや、よこせないよっていうふうなことを言うんでですね、高国がですね、雪長を助けると言ったんですね。雪長の命は奪わないから、その雪長の身柄だけくださいよと言ったんですね。そしたらもうドンゲインはですね、そう言うならということで雪長を差し出します。命あっての物種ですが、しかしこれね、嘘だったんですね。雪長は降伏した同日に知恩寺において斬首されました。享年63歳で、雪長の2人の子供もですね、翌日に死罪に処されてしまいます。壮絶、三好長慶のひいおじいちゃん壮絶すぎる。この後三好家の家督は長慶の父親であるですね、義元長が引き継ぐことになるんですね。今回はありがとうございました。次回はですね、三好元長が主人公になりますので、次回もぜひ見てください。ありがとうございました。